さあ昨日までの規定でトップです篠田美穂。去年中学2年生でこの全日本チャンピオンに輝きました。大会2連覇を狙います篠田美穂。昨日までの規定で 0.85 差つけてトップですが ね、これはもうかなりの差ですね、はい、女子の場合4種目しかありませんから、なかなか2位の方がトップに躍り出るというのは難しいんじゃないでしょうか、さあ篠田美穂1回目です。何しろもう日本のエースですからね。そうですね、この跳馬で確か世界選手権では大きなミスしました、はい、さあ1回目はロンダードから伸身です。これは素晴らしいですね。ロンダードから後伸身宙返り、これも出技で 9.9 万点です、はい、あの技でですね、ロンダードで足を踏み外したんですね、左足が踏み切り板からずれて、これでももろに体を馬にぶつけましてね、本当にどうなることかと思ったんですけども、やはり若いんでしょうね、後遺症残りませんでした、今このロンダードから入るという一つのこの跳馬、女子の方では流行になってますね。そうですね、やはりあの勢いがつきやすいんですね。女子の跳馬は2回違った飛び方をしまして、その平均得点、先ほど三沢の2回目 8.701 回転がりましたので、その平均得点で 9.05 が三沢の得点跳馬です。さあ篠田美穂2回目です。さあ今度はどういう飛び方か、先ほどはロンダードから後方伸身宙返りでした。さあ2回目、同じロンダードから今度はひねった、素晴らしいですね。これはあの着地まで綺麗に決まりました。これは10点満点の演技です。ロンダード側転から入って、そして見ましょう、ロンダードが入りますとこの突き手が難しいでしょうが ね、ちょっと足開いてますね。しかもこれあの屈伸ですか。そうですね、はい、まあ、ひねり始めた時点は伸身なんですけども、はい、どうしよう、屈伸に入ってますね、屈伸になってます。篠田の1回目 9.55、 ロンダードからの後方伸身宙返り、そして2回目得点がまだ出ませんので、その平均得点が現在トップの篠田美穂選手の1回目、最初の種目の跳馬の得点ということになります。まあ、篠田選手ロッテルダム世界選手権初出場だったんですけどね、はい、まあ、頑張ってくれて、今日の演技を見ますとやはりそれを勝ち残ってきたというその経験が生かされてますね、今年の全日本体操選手権向こう市民体育館でご覧の通りたくさんの観衆が入りました。昨日規定演技が行われまして、女子の方では先ほど紹介した篠田美穂選手が2位の森恵美子選手に 0.85 差、以下サラダマキコ、瀬尾京子、井上麻子と、上位5人中全員が代表選手、はい、世界選手権の代表メンバー、やっぱ強いですね。そうですね、女子の方ではその望月のり子が9位、それから森尾舞子が12位という、ロサンゼルスオリンピックの代表のこの2人がちょっとやや昨日の規定では苦戦というところでしょうか。そうでしたね、さて、先ほども紹介いたしました今日のこの放送席解説には松田春弘さんをお迎えしております。松田さんは女子競技委員長ということで、特に女子の方は、大変あの注目されると思います。そうですね、男子の方もあの、山下飛びで、はいはい、東京オリンピック、まあ、一応経験してますからね、はい、しかしそうですね、昨日の規定と違って今日の10演技となりますといかにもこう華やかというか。そうですね、やはりあの選手各人がですね、自分の得意な技を組み合わせて演技を構成していますからね、はい、やはり規定種目に比較しますと随分伸び伸びと演技してますね。そうですね、はい、さあ見どころですが、まず女子の方から伺いましょうか。そうですね、はい、やはりね、世界選手権組がどれだけ活躍してくれるか、やはりあの世界選手権ではかなりミスが目立ったんですよね、
ですからやはり体操はミスしたらもうこれはもう負けにつながることですから、はい、今日はそういう選手を中心にしてミスのしない演技をやってくれるかどうかということですね、はい。まあ、優勝争いとなりますと篠田美穂選手が、0.85 差で2連覇、はい、これはもうおそらく動かないんじゃないかと思うんですけどもね。